ネギを食べると、野菜めっちゃ食べてるなぁ、という気分になるダメダメなゆっくり霊夢です。ネギカルビとかネギ牛丼を食べて野菜を摂取したつもりになっていますからね。ネギだけじゃ補えませんよ。最近はお肉ばかり食べている肉食系の悟りです。今回は武将紹介外伝。紹介するのは芝居と友人の方の孔明、小姓よ。芝居と敵の方の孔明とはあざなしか共通点がないから結構こじつけてるんだけどね。同じ時代に孔明が二人いて、その二人が敵と味方にいて歴史に名を残しているってのもすごい偶然だと思うんですけどね。偶然じゃなくて運命なのかもしれません。さて改めて紹介する男は小姓、あざなを孔明。仕官を良しと馳せずに自由に人生を謳歌しながらもその人柄から多くの人に慕われた男。彼は一体どういった人物なんですか？小姓は予習衛戦軍出身の人物で、黄巾の乱なんかで天下が荒れていたので奇襲に避難していた人よ。後に炎章が小姓を招聘してきたので、彼は逃げるように地元に帰ったようね。しかし、逃げた先でも彼は曹操が主君だった時と丞相だった時に2回も招聘を受けたみたいなの。さすがに2回とも断るのは、まずいと彼も思ったのかとりあえず曹操に会いに行ったようなの。芝居も当初は曹操に仕えるつもりなんてさらさらなかったんですけど、仮病で仕官を断り続けていたら処刑されかけましたからね。小姓は曹操に会うと、私は一介の野人であり、軍事のことや国家のことなんて何もわかりません。曹操様に忠誠を誓うのでどうか帰らせてほしいです、と曹操に言ったの。ここで曹操は、人にはそれぞれ異なった志があり、それぞれ違った方向性を持つ。君が勉学に励み義を曲げないというのならば仕方ない、として彼の帰郷を認めたの。無理やり仕えさせても彼の能力を引き出せないし、悪名が残ると思ったのかな。まあそもそもの話故障の能力自体が未知数ですからね。炎章や曹操がその才能を欲したようなので名声はあるんでしょうが、そこまで無理して取るような人材ではないと判断したんでしょう。そこで彼は陸根の山の中で暮らすようにしたみたい。畑を耕して自給自足の生活をして生をたしなむ。その地域に住んでいる人たちは彼の生き方を尊敬したみたい。戦乱の時代にまったり過ごしているわ。彼は仕官しようと思えば仕官できましたからね。それを蹴ってまで山の中で生活することを選んだんです。まだ芝居が仕官する前。小姓と芝居は友人同士だったみたい。年齢がおそらく25歳ぐらいは離れてると思うんだけどね。芝居はなぜかこの時から異常に嫌われていたようで同軍出身の修正たちは芝居を殺害しようと思っていたらしいの。小姓はこの噂を聞くと険しい道を進んで彼らがいるところに足を運んで芝居の殺害を思いとどまってほしいと修正たちを説得。しかし、彼らは説得に応じる気配を全く見せなかった。しかし小姓が泣いて友人の芝居を助けるために説得すると、修正は小姓の義に感化されて彼は小姓と誓いを結んで芝居の殺害を諦めたようなの。彼は芝居を陰から助けたわけなんだ。けど、そのことを一切口外しなかったの。でもこの小姓の立派な行いは自然と噂になり、人々は小姓のことを褒めたたえたみたい。小姓としては友人を助ける当たり前の行為をしたので、言うまでもないことだと思ったんでしょうね。おそらく、この噂を広めたのは修正たちでしょう。211年、馬長が謀反をすると、民たちはこぞって山に避難してきたの。その数は1000の家族を超えていたようね。あの馬謖大先生が山登りするぐらいだから山は安全なんだけど、いかんせん食料がない。次第に民たちは食料がなくなって飢えて争いを始めた。小姓は民たちが争うたびにその仲介人を買って出て、争いを止めたようで、ついに彼がいる部落から300里以内は誰一人として争わない平和な地域になったみたい。もうその地域の名士みたいなもんですからね、小姓は。わけのわかんない人が仲介してきたら角が立ちますが、小姓ならその疑心がこの辺り一帯に広まってるんでみんな彼の言うことは聞くんでしょう。218年、陸根県庁の長子は命令書を受け、兵士を徴兵して漢中に送ることにしたんだけど、この地域に住んでいる人たちは遠く離れた漢中に行きたくなかったようね。
その谷の同様につけ込んだ平民の尊老は首謀殺害し、剣を大いに荒らし回った。そこで長子は部下を10人余り引き連れて古生の元に行き、彼を旗印にして離散した民たちを集め、社食の回復に努めた。尊老らは南に行き関羽に降伏し、関羽は官員と兵士を尊老に与えて彼に暴れるように命令したみたいね。しかし尊老は、古生は賢者だ。万が一にも彼を傷つけてはいけないので彼がいる地域には攻め込んではいけない、と仲間たちと誓い、会って古生を攻撃しなかった。しばらくして関羽が撃たれてこの辺りが平和になると古生は義陽にお引っ越ししたみたい。敵ですらも攻撃をやめさせるこの威圧感。ただの在野の死ではないってわけですよ。その後、時代は一気に飛ぶわ。250年、芝居が義に対してクーデターを起こして成功した後、多くの人が古生を称えたので時の皇帝である双方は特別に彼を召し出そうとしたんだけど、その道中で亡くなったみたい。89歳で亡くなったようだし長生きしたんじゃないのかな。もう大往生ですね。鎮守は彼のことを、家の門を静かに守り、世に出ることを嫌った、と言っているわ。庶民ながらも多くの人を助け、慕われた立派な人物でした。いかがでしたでしょうか、今回の人物は。もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。悲観をせずに歴史書に名前を残す、ってのはすごいですね。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。